ハワード人ハワード人は、アメリカ合衆国の歴史家で、同国内では、民衆のアメリカ史の著者として名高い。政治学者、社会評論家、劇作家としても活躍。ニューヨーク市ブルックリン生まれ。ジンの思想は、マルクス主義、アナキズム、民主社会主義の影響を受け、1960年代から、公民権運動や、反戦運動の分野で活動してきた。 20を超える多数の著書がある人は、ボストン大学政治学科の名誉教授で、マサチューセッツ州ボストン近郊のニュートンのオバンデール、地区に妻のロスリン人と居住していた。夫婦には、マイラとジェフという2人の子供と5人の孫がいる。妻のロスリンは画家であるとともに編集者でもあり、夫のすべての著書や多数の記事の編集に関わっている。 2010年1月27日、心臓発作のため米ロサンゼルス郊外で、死去、87歳。以下では、ビデオは V、音声は、A と省略、NY タイムズベストセラーリスト、ハットバイオグラフィーオブロスリンジンハットバイオグラフィーオブハワードジンハットフィルムクリップオブジンディスカッシング、コンバットエクスペリエンシーズ下敷きに下撃レベル、ボイセズが上演されている。 ありがとうございます。